こんばんは、ロスタイムライフの龍崎はじめです。白い舞です。トイロです。ロスタイムライフラジオ、楽してロスラジ第0回目です。違うよ、この0回目っていうのは丸々回目、1回目2回目って入れてくれって言ったやんか。って言ったらいいよって言ったじゃんかよ。0回目0回目0回目でこのままいきます。はいイエーイ。いやー、2019年より定期放送になりましたロスラジの1回目です、うん、はい。1回目、1回目って言っちゃったじゃん。定期放送の1回目だから、まあセーフセーフ、あ、セーフセーフ。いやー、でもラジオ久々ですね、うん、あ、そうですね、うん、緊張するな。緊張するな。緊張してますか？いつぶりだ？先月ぐらいじゃないの？もっと前だな。去年の6月、もうほぼ1年ぶりに近い。生放送でやった時、あ、1回だけでしたっけ？生放送は1回だけで、2回やって、1回目は3人揃ってやったんだけど、2回目はトイレさんお休みで、そうそうそうで、なんか知らんけど舞も来なくて、初めの1時間俺一人で喋り続けるっていう地獄の放送。そうそう、最後10分だけ登場するっていう地獄の放送回でした。大スターでした。スターは遅れて登場するから。はい、そうなんですよ。まあさあ、なんか最近面白いことありました？そんな唐突なふりで入るんです。面白いことね。やっぱ俺と言ったらサッカーやと思うんですけど、今この放送の収録日が1月23日、22日の深夜か、になるんですけど、まあ昨日サッカーね、日本代表がアジアカップでサウジアラビアと戦って0-1で勝ちましたけども、見ましたか？見てないです。見てないなんで見てないんだよ。広がらない。何のためのラジオと思ってんの？サッカーのためのラジオでしょ。サッカー番組みたいになってる。そう、まあまあ決定、そうもう多分もう見てると思うし、もしくはもう慌てて2画面でそのハイライトを見てるかもしれないけど、広がらねえと。そう君のことだよなんて言って、まあ1対0でね勝って、決定力不足と言われてますけども、まあ相手にね主導権を握らせて勝つっていうね、支配率もなんか 23% ぐらいしかなくて、なかなか。どう思いますか、この辺トイロさん。それでも勝てるんですか？あ、ごめんなさい、割っちゃった。トイロさん言ったのに。でもサッカー全然わかんない。広げてください。その何をやってんですか今？なんで戦ってるんですか？何をやってんですか今？なぜ戦ってるみたいな。今ね、アジアカップって言って、そのまあヨーロッパとか EU とか南米とか北米とかで、もう各大陸ごとにねナンバーワンを決めるんですよ、国が。そうだからアジアのワールドカップ的な感じで、そのアジアナンバーワンを決める戦いが、森保ジャパン発足半年くらいでね、やるわけですよ。で、今回日本の10番エースの中島翔也がいないということで、そう怪我して、いなくて、代わりに出たね原口が、もうロシアワールドカップメンバーですけども頑張ってくれてると。ということで、このテーマは終了です。だいぶ早い。唐突でしたね。広がらねえ。よし、戸弘さんお願いします。次そうですね、サッカーの話聞きたい方いたら里崎さんにリプ飛ばしていただければ多分どんどん出てくるんでね、はい、そうですね、個人的にやっていただいて、はい、そうですね、本当にもっと聞きたいぜっていう人がいたらメールでどんどん送ってください。そうですね多分里崎が個人でラジオやってくれると思うので、はい、個人放送やりますじゃあそんな感じで、はい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 、じゃあ、ここで、曲紹介のコーナーに移りたいと思います。記念すべき、はい、今回の曲はですね、ロスタイムライフ初めてのアルバムから、お送りします。それでは聴いてください。フラワー。フラワーでした。イエーイ、イエーイ。じゃあもう早速メッセージテーマの方に移ってもいいですか？はい、お願いします。嫌ですね、ダメダメ。じゃあなんでじゃあ終わりで何を話す、うん、あ、どうぞ。あ、じゃあいきますよ、はい、今回のテーマは2019年のあなたの夢・目標はということで、たくさんのメッセージをいただいております。はい、紹介してください。じゃだん。では、そうですね、いきますよ。いや、そんなにさ気合い入れることでもなくない？行くぞみたいな、カットしてくれよ、さらっと言ってもらって全然大丈夫。心構えそんなにいる内容的に、いる。ちょっと心して聞くわ、心して聞いて心して聞くわ。ドキドキ、ちょっと待って、あ、で笑いが止まるまで待って、うん、はい、はい、ここはカットせずお送りします。やめてください、待って、また笑っちゃうじゃん、やめてくださいよ。では行きますよ、はいいちいちそのなんでそんなにループしちゃう。はい、はい、ここも無修正でお届けします。はい、行きましょうでは、ラジオネームたけしーさんで、あなたの夢目標は何ですかということなんですけれども、ロスタイムライフさんとリアルで会ってみたい。どこへ向かえばロスタイムライフさんと会えますか？どこへ向かえば会えますか？私たちも知りたいですね。そうですねどこへ向かうのだろうどこへ向かっていきますかねそうだなまずまたずそのロスタイムライフ自体がもう日本各所に散らばってるんですよ。そうですね、概念に近いちょっと哲学味を帯びてきましたけど、概念に近いし、もしかしたら同じ世界線じゃない可能性もあるっていう、あそういう感じでいきます。バーチャルな 2.5 次元かもしれないし、もしかしたらこの世界線が違うかもしれないし、年代が違うかもしれないね。ちなみに2019年ですよね、ここは。そうですね、明日どこに行くかも分かんないね。明日は3000年ぐらいに行っちゃうかもしれないし本当にすごいな、ちょっとまあでも、このラジオ最後まで聞いてくれたらもしかしたら分かるかもしれないですね。ああそうですね、大丈夫ですかそれ、本当に言っちゃって大丈夫、回収できますそれ。このラジオ最後まで聞いてくれた人はちょっとどこに行けばいいか分かるかもしれない。そうかそうか、なるほど、楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。それでそんな感じですね。わかりました。そんな感じです。何かがあるらしいです。何かがあります。そうしましたらお名前が鈴春さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。2019年のあなたの夢目標は何ですかというテーマに対してです。はい、ロスタイムライフの皆さんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。この度はロスラジ放送開始おめでとうございます。普段聴いていた歌声や曲だけではなくトークまで聴けるようになれたなんてとても嬉しいです。ありがとうございます。皆様のどんな会話が聴けるのかな、どんなラジオになるのかななんて発表を聞いてからそうそうしっぱなしでした。これからの放送楽しみにしております。夢と目標ということですが、私の目標は常に謙虚に積極的に、どんなに辛くても立ち止まらないです。昨年はそれまでなかったような素敵な機会をたくさんいただいた年でした。しかしそれと同時に周りにいた優しい人や自分の中の弱さに甘えてしまうことが、多く、そんな自分に思い悩んだ年でもありました。なのでそのことも踏まえ、今年はどんな素敵なチャンスをいただいても現状に満足せず、際限なくいろんなものを見て学びたいという願いを込めこの目標にしました。ロスタイムライフさんの曲にはいつも励まされています。どの曲も大好きですが、私が悩んでいた時に一番聴いていたのがフラワーです。今年もこの曲を聴きつつ、また頑張っていこうと思います。これからの活動も応援しております。とのことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうどフラワーでしたね。よかった。よかった。いやー、長いね。ありがとうございます。長文を。いや全然大丈夫ですよ、嬉しいです。そうですね、謙虚に積極的にっていうのすごいですね。いいことですね。まあでも何でしょうね、その自分のやりたい方向とか目標とかがぶれなければ、まあまあ大丈夫なのかなとも思いますね。なんか辛いってことも楽しめるようになると一番面白いかなと思いますね。確かに、曲作ったとかもなんかあるもんね、全然出てこないとか、そもそもやる気が出てこないとか、パソコンの前にいても1時間ずっと動画見てるとか、 YouTube 見ちゃうとか、 Twitter 見ちゃうとか、お布団の中から出てこれないとか、辛い、夕咲あるあるだ、辛い、とても辛いけど、誘惑が多いですからね。誘惑が多い、でもなんかそういう時はそういう時なんかなって思います。そうですね、なんか確かに、なんて言うんでしょうね、その時はその時なんですよ。2回言う、同じことしか言ってね、同じことしか言ってない。できる時は心の栄養補給みたいなね、そうそう、大事かなと思います。これからも頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ちなみにメンバーの中ではなんかありますか、今年の目標。YouTube の登録者数が増やしたいっていう話はあったね。しましたね。これはうちらだけでしたね。目標だみたいな。誰も見えない、誰も知らない裏のことですけど、ありましたね。ありましたね。いくらでいるんでしたっけ？3万人。3万人。はい。今3倍にしようと、1万人ぐらいなので、1万1000ちょっとぐらいですね。ごめんなさい、ちょっと把握できてないんですけど、まあでもそこまで3年かかって、この1年でまあ3倍にしようと。そうですよ、うん、みんな頼んだぞ広めるんだ広めるんだぞ友達とか家族にもよろしくな露骨だな、うん、まあそのためにねこのラジオとかいろいろ露出も増やしていこうっていう気持ちで今年はねやっていければいいなっていうふうにこの間3人でねこう一致団結しましたね。うん、一致団結しました。3万人目指して頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。トイルさんなんかありますか今年の目標？うん、トイルさんも個人的な感じですけど、もうツイッターのフォロワーさんを4000人に増やしたいと思ってるので、はい、今2000何十人とかフォローしてくださってるんですけど、それを、みんながサブアカをいっぱい作って、なんとかフォローバックを頑張ってもらって今年は4000人に増やそうと思ってるんで、まあ1人10アカウントぐらいでフォローしてくれればまああとちょっと頑張れば大丈夫かなっていう感じなので皆さんこれ聞いてくれてる人がよろしくお願いします分母は増やさずにあれらしいですよ。なんか20万円ぐらい出せばなんか買えるみたいな話も聞いて聞きますね。なんてそのなんかフォロワーの人たちを見ると大体同じ人をフォローしてるみたいなのありますよね。そう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 。お金で。あとなんか画像が卵の状態とかで。ああ、なるほどなるほど。うん。そうでもお金ないから買えない。ああ。お金ないです。皆さんのお力お借りでしかない。もしくは10アカウントでフォローできないよって方はトイロさんの口座宛に1万円振り込んでいただければ。20人振り込んでいただければ増えるんで。だいぶ。まあちょっとね直接フォロワーにはもしかしたらちょっとまだいかないかもしれないけれどもちょっとなんか美味しい焼肉とかを食べるかもしれないけどなんかトイロさんが最近焼肉の動画ばっかアップしてんなと思ってちょっと怪しいなと思ってくださいはい、よろしくお願いしますお願いします。じゃあ龍崎さん。俺の目標はですねちょっと真面目に言うよ、ね、本を100冊読む。ああ、いいですね。いいでしょう、今年何冊だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9 今9冊読んでます。順調でしょ。だから3日に1冊のペースだから結構しんどいんやけど、何度か読めたらなと思ってます、なんかやっぱ本ってうちの家系がそうやったんやけどなんか本は宝物みたいな、なんかもう自分の人生を歩んでるだけじゃ得られない知識がそこに載ってたりするんで、例えばその小説であれ自己啓発本であれなんかビジネス本であれ何でもいいんですけど、ハウツー本とかねやっぱ自分の生きてるだけでは得られなかった知識が入ってくる。でネットで調べたこと以上の知識が入ってくるじゃないですか、ネットで調べるとそのワードしか入ってこないけどそれ以外のことにまつわることも書いてあるのがやっぱ本だと思うんで、そういうところをどんどんインプットしていけば良質なアウトプットも出せるようになるんじゃないかっていうことで、インプットの量を増やしてます。おー、なるほど。でもう一個は、痩せることダイエット。そうダイエッターにならなければ。なるほど。どのくらい？5キロぐらい。5キロぐらい痩せる。痩せるかな。ナイストールとかいっぱい飲んで。いや飲みすぎてもダメなやつや。努力せず痩せたいと思います。いや大事。なので皆さんはお気になさらず焼肉をおごってくださればいいなと思います。その時はその時でね。みんな焼肉食べたすぎるんだよな。その時はその時で全然大丈夫です。1年の目標だから最終的にマイナス5キロいってれば、まあ途中でプラス10増えたとしてもマイナス15すればねいいわけですからね。ああいいですね。もしかも12月15日ぐらいからめっちゃ頑張る。水分取らない。もう塩分だけ取っていく。強行突破ですね。やばいな。っていう感じです。はい、ありがとうございます。以上が、2019年のあなたの夢目標はでした。ありがとうございます。ちなみに次回のテーマ何にしましょうね。そうですね。何がいいかな。次回2月？ 2月？やっぱバレンタインデーじゃね。バレンタインデー。あなたのバレンタインデーの思い出はとかにする？ああ、いいっすな。わあ。甘酸っぱい。もうちょっと語る話がないので、私は作り話をちょっと用意しておかないと。あ、全然いいですよ。全然妄想の世界で全然。あ、なるほどなるほど。どんぶらことね、何かが流れてきた話でもしてもらえればと。うん、皆さんも妄想でも何でもいいんで。そう、あなたの理想の。あ、そうですね。理想のとかでもいいですね。じゃあバレンタインデーの思い出がある人はバレンタインデーの思い出を送ってきてもらって、バレンタインデーの思い出がない人はバレンタインデーの思い出がない人はどうしようかな。好きなチュッパチャップスの味を教えてください。大丈夫ですか？いいかもしれない。好きなチュッパチャップスの味を教えてくれれば大丈夫です。あと小説家志望の方は作り話とかでも大丈夫です。そうですね。もずっぱい思い出をお待ちしております。お待ちしております。さあ、ここでちょっとお知らせがあります。はい。冒頭にもお知らせしたんですが、はい。なんとこのラジオ放送が定期放送になります。イエーイ、やったー。なんだって？やめて、素敵。素敵。素敵。大体まだその定期放送って言ってるんですけど、月2回ぐらいかなみたいな。そうですね。回数ちょっと重ねていって成熟させていければなと思ってます。はい、いいですね。で、もう一個のお知らせが、ここエコーかかってるからね。そしてなんと「ロスタイムライフ」セカンドアルバムの制作が決定。大体ダメ。さあ、タイトルは何ですか？タイトルはフレイバーです。わあ、どういう意味なんですか？今回のテーマですね、は五感と感謝というテーマになりました。どういうことですか？ごめんなさい、ちょっと龍崎にパスします。打ち合わせをしてない。立場が。フレーバー、そうそう。フレーバーってなんか味なんですよ、直訳で。まあ五感って視覚とか聴覚とかいろいろあるじゃないですか。ありますね。その五感っていうのはその自分と自分以外をつなぐものだと思うんですよね。なんていうんでしょう、言語化すると。そうですね。だからそれに触れることによってその周りのものに感謝しようっていう意味を込めてフレーバーにしました。おー、深い。キャー、素敵。いちいち入れていくんだよ。もう一人おるの、誰かが。もう一人いるんだ。で、発売日なんですけど。春 M3 受かれば4月28日に発売します。わー、イエーイ。受かれば間に合うかな。間に合うかな。頑張らないと。そうですね。忙しい。頑張らないと。もう今からガッと作らないといけません。はい。春 M3 いつでしょう。4月の28日日曜日。はい。28日。おそらく。東京物流センターになるかと思います。そうですね。毎年流通センターかな。流通センター。物流センター。2回言っちゃった。流通センターですね。なので皆さん、はい、受からないかもしれないけれども、皆さん予定をね、ないかもしれません。開けといてください。開けといてください。よろしくお願いします。そしてラジオネームたけしさん、今聞いてました？最後まで聞いてました。ここに執着したんですけど。そうなんです。どこへ向かえばロスタイムライフさんと会えますか？4月28日東京流通センター。そう。ここに来てください。受かれば。受かれば。受かれば。会えますので。受からなかったらいない。受からなければまた別の次元で会いましょうということで。そうですね。じゃあお待ちしております。またね、このアルバムの情報は次のラジオとかまたどんどん出していければなと思ってますので、随時はい楽しみにしててください。していきたいと思います。はい楽しみにしてます。よし、じゃあ次なんですけども、はい、いろいろトークテーマとは別の質問が来てます。そうですね。うん、ちょっとご紹介していきます。でれん。でれん。ラジオネームホロリンさんから質問。初期メンバーは何人だったんですか？はい。初期メンバーはどこを初期としていいのかわかんないですけど。そうですね。まず私という神が存在していて、想像してまず。淡路島に降り立ったんですね。淡路島？あれ日本神話。そう日本の淡路島に降り立って、うん、まあ地球じゃなくて日本を作っていったんですよ。こうやってペペペって。淡路島から。そう淡路島から神が降り立つ島らしくて。うん、そう。日本神話をでググってください。はい。でそこに。白い舞が入ってきてなんか勝手にみたいな勝手に入ってきてお願いしますなんかずっといるなと思ってたら、うん、なんかトイロさんは確かメンバー募集をしてたんですよその頃神がねそう神が同じ神仲間募集みたいな感じでマジマンジっつってねそう神仲間募集中ワロスって書いて軽っ送ってたら、うん、トイロさんから、うん、飛んできましたじゃあ行っちゃうって言って、うん、神仲間来ましたみたいな感じで、うん、キボンヌっつってねキボンヌっつってしたのが始まりですね。これ同じようにラジオネームプニキさんからロスタイムライフの結成秘話を教えてください、うん、何をきっかけにして3人が組むことになったのかとても気になります、うんジョーでいいのかなこれジョと言ってはなんですがセカンドアルバムも今から楽しみにしております心待ちにしていますイエーイのことですありがとうございます、うん、頑張りますまあ先ほど言った通りね私という神が淡路島に降り立ちましてもうちょっといいじゃんそれは飽きちゃったね、うん、マジなことで言うと、うん、自分が作曲家として活動を始めて、うん、で知り合いの紹介だったかな俺の曲を歌ってくれる人を募集って感じで言ってた、うん、その知り合いの人が紹介してくれまして白い舞を紹介してくれまして、うん白い舞を紹介してくれて、うん、で一緒にやろうかってことでそう一緒にやることになったんだよねそうで、うん、ロスタイムライフという名前をつけまして、うん、そうつけまして、うん、2人でまずは活動してました、うん、で俺結構何でもオールジャンル作っちゃうんで、うんうん、幅が広すぎたと、うん、舞一人じゃカバーできないので、うん、助けてくれる人をツイッターで募集してました、うんうん、そうするとついろさんからリポが飛んできまして、うん、ぜひみたいな感じで、うん、そうですね、うん、一発目が確か台風パレードでご一緒したんですよね一発目が台風パレードだったうんだっけ七色恋模様だっけそうですね多分そうだねあ七色恋模様が一発目か、うんうんうん、かわいい声そうでその後に台風パレードを出しまして、うん、その次はヤグモかなそんな感じですね100年に一度のかなそうそれで100年に一度あれ1年美少女みたいになっちゃった100年に一度しかないのかそっちがいいななかなか運が悪い人とは巡り合えないよね100年に1回だと死んじゃうから超レア皆既日食ですらもっとあるわあれですね舞さんが今言ったのは多分1年に一度のいちごフェスティバルのことだとそうそこからロスタイムライフのメンバー入りを果たして、はい、作詞もね、うん、してくれました。まず今では私がおじいさん特別な存在だから、そうそうそう、トイレにあげるのはこのベルタースオリジナルなぜなら彼女もまた特別な存在だからです。ということで「よすたまライフ」のメンバーに加入しました。イエーイ、3世代、イエーイ、3世代、3世代、100年に1代だからね。さあ次に行きます。ラジオネーム S さん、はい、今年から高校生になりますので高校生活の思い出を教えてほしいです。あ、高校生活、なんかありました？高校生活はないな。高校生活ないな。君は？高校生活ないな。俺はないな。ないな。ない。じゃあリザキさんなし。まあなんてなし。ざっくり言うと高校には行かなくて、一応入学したものの入学したものの不登校になりまして大丈夫ですか？楽しいことを教えてくださいって言われてますよ。あ、大丈夫です、大丈夫です。楽しいことなんですよこれ。いじめられたとかではなく、うん、楽しいことで俺音楽をやりたいって決めたんで、うん、高校は行かずにバイトしてお金貯めて、うん、大阪に引っ越したっていうエピソードなんで、そうそうそう、大阪のポジティブな、そう、ポジティブな不登校、ポジティブ不登校なんですよ。そういうのもあるぞっていうねことを、じゃあそういうのもある、まああるっちゃあるからさ、高校を辞めまして、うん、高校とセットになった専門学校に転校になったのかな、転入したのかな、うん、なんである意味音楽専門学校プラスってとこも含めれば高校生活かなあれ。うん、まあまあ高校生時代。時代かな。まあ、その年齢。ちょっとだから一般の高校とは違うんであんまり被る部分はないかもしれないけど、うん、面白いエピソードなんかあるかな。すでに面白かったですよ。うん。すでに面白かった。じゃあもういいか。ラジオもやっぱ長いんでこの話はまあ次週お届けできればなと思います。覚えてればね。後編に続く。はい。トイロさんなんかありますか？高校時代高校の近くに安いお寿司屋さんがあったんでそこにすごいやたら通ってましたね。回転寿司屋。わあ、ダメだそれは。リッチだね。おいおい。いやでもトイロもうすでにフォロワーから金を安いというところ今私は強調しましたから大丈夫です。そのクリーンですからまだみんなのお金使ってないので大丈夫です。でも寿司の安さって一般的に100円じゃない、うん、そうだね、100円だね、うん、通ってたってことは、うん、もう10皿は行くでしょいや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 寿司、うん、毎日行ったら1000円ずつ3万もうわー、いいなーなあ、お寿司食べたくなっちゃった。明日お寿司食べようやったー、お寿司だじゃあまいさんは？そうですね、私は看護専門学校がついたっていうか看護科をすごい専攻とする高校に行ってたんで、女子ばっかりだったっていう。そうなんです。だからもうハーレムじゃん。ハーレム？いや男子はもう肩身狭い思いをしてもらってすごい楽しかったですよ。女の子ばっかりでウェーってやってて、で女の子のかっこいい子が一番モテるっていう。いいですね、有利展開。そうですねそう、でもその時にずっと歌ってみたをやってたんで、いいマイクを買うためにめっちゃバイトしてました。そう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 、やっぱバイトするんやね。するよ、バイトも時間があればバイトに行きますみたいな。でも機材揃えるのってさ、マイクとケーブルとスタンドとオーディオインターフェースか、この4つ、あとポップガードも買うか。ポップガードとあとプリアンプ、この6つ買うのにいくらしたの？一発目。いや待って、本当に一発目は私中学生の時だったのね、うん、高校から離れちゃうけど、うん、中学生の時に780円ぐらいのスカイプマイクで歌ったいやでも時代あるあるですよねそうそうそう、スカイプマイクで歌って送ったら「この音源でいいんですか？」みたいなますけどいいんですかっていうノイズ乗ってるわ、低音スカスカだわみたいなね、そうそうそう、シャリシャリしてるような顔って思って、そうダイナミックマイクをそして買いました。ありかもね、全然。その俺めっちゃそれちょっとひれ膨らましていい？どうぞどうぞ。気になるんやけど、一般の歌ってみた出身というか、その歌ってる人はどの経路でさ機材揃えていくの？どの経路で？例えばさっき言った6つをいっぺんに買おうとすると3万から5万はするじゃん。でもそんな金多分ないやん普通の一般人。これから始めたい人、私も歌いたいっていう人に向けてどうやって揃えていけばいいのか、その3万から5万。例えばまあローンで買うよっていう人はいるじゃん。そういう人はまあ別にさ5万バーってつぎ込んでも1年とかで返していけばまあまあ分割払いにすれば揃えられるけど、まあ私まだ未成年でローン組めませんっていう高校1年生の悩める女子がいたら何から買う？マイクとインターフェースじゃないかな。いや、安いマイクとインターフェース、安いのを買って2つでも1万いかないぐらいでもいいし、安いのを買ってどんどんグレードアップしていくっていうのが多分一番いいんじゃないですか。トラさんどう思います？マイクは割と安くてもインターフェースにつなげば結構いけるんですよね。インターフェースさえあれば、マイクはなんか有名なコスパのいいやつを一つとりあえず買っとけば、まあ歌ってみたぐらいならそんな分かんないですよね、何も違いは。そうですね、分かんないと思うな。曲をオケと混ぜちゃう、動画としてアップしちゃえばね、またインターフェース買って俺は分かっちゃうんだけどね。そうだね、耳がいいと分かっちゃうね。まあでも確かにそのクオリティどこに出すかっていう、そのクオリティによっては全然問題ないかなって思いますね。なんかでもやっぱりそうやっていいのを買わなくちゃってなって、いいのを買うまで待つよりも安いのでもいいからとりあえず歌って出しちゃうみたいなのを続けていく方がいいと思うかな。そのめっちゃいいのを頑張って頑張ってってやるよりは。じゃあマイクとオーディオインターフェースで1万円、ケーブルとスタンドも合わせたら1万3000円、これかな、4,000円ぐらい、1万5,000円か大体。1万5,000円ぐらいあれば、1万5,000円ぐらいあればもうスタートできますよと。そうですよ、もうスカイプマイクでいいんですよ。スカイプマイクを卒業すれば、スカイプマイクを卒業すればそこになるやん。でそっから次は何に行こう、何買う？どっからどっから？1万5,000円揃えました、歌ってみました。でそれでもうちょっとまあやっぱ音質もうちょっと良くしたいなみたいな人はどこに行く？音質をそんなに気にできるっていうことは耳がいいってことなので、イヤホン買うかな。ヘッドホンとか。そうだね、ヘッドホンめっちゃ大事だね。それは大事。イヤホンでもいいけどヘッドホンはめっちゃ大事。その悪いところが聞き取れるヘッドホンがやっぱいいよね。そうですね、微妙な音程の差とか繊細なやつがいいなと思います。そうですね。耳多分そこにこだわりないっていう人はもうそこで多分大丈夫。インターフェースマイクでも大丈夫なんで。もうちょっとこだわろうってなったら多分ヘッドホンとかイヤホン買おうかな。そうだね。俺はヘッドホンおすすめだね。そうだね。オーディオインターフェースに挿すやつね。で、俺はその後多分マイクより先のオーディオインターフェースかな。そうだね、プリアンプも挟みたいかな。挟みたいけど、やっぱオーディオインターフェースハイレゾ対応のやつがいいかな。受信の窓口が広いとか音質がいいやつ。確かにいいこと言うな。いいこと言うだろ。その後にプリアンプ、マイクの順番かな。いいっすね、いいっすね。やっぱね、うちみたいないい機材を使ってるともう耳が良くなっちゃう。淡路島の神はちょっとね格が違うみたいなんで、やばい、もうカツカツなんですけど、どうしよう。いやいや、でもホームスタジオレベルなんで全然安いけど。そうそう。じゃあ次いきます。参考にしてみてください皆さん、ぜひぜひ。じゃあラジオネームたけしさんをまた送ってくれました。ありがとうございます。音ってどんな風に作ってますか？いつかロストエムライフさんの曲を使ってみたいですは、ぜひぜひ使ってみてください。あれでいろいろ見てからんえなんか陽光みたいなのあるでしょ。あ、オッケーオッケー。音ってどんな風に作ってますかっていうのは、作曲ってどうやってやるかってことかな。多分一番最初どっから取り掛かりますかみたいなことかな。ああ、いや真面目に妄想するところから始める。だからなんだろう、メンバーがこうやっていて、まあ2人のボーカルがいて、ね、そのどっちかがこうやって歌ってるのを想像してる。ああ、これを歌は例えばトイロさんっぽいなとか、これ舞っぽいなっていうのをまあ考えながら、頭の中で一通り演奏してもらって、それをDAW っていうその曲を作るソフトに落とし込んでいく。なので基本的にその出音から作ることもまあありますけど、そのキーボードを触っているうちにいい音見つけて曲を作っちゃったっていう時もあるけど、基本的には頭の中で一回完成させて、それをコピーしていくっていう作り方が多いです。だから歌詞はなくてもメロディーから作ったりとかもあるかな。でもコード進行とかベースドラムから作っていくことが多い。ああ、なるほど。分かったかな。分かったかな。いつかロストエムライフさんの曲を使ってみたいですってことなんで、もういつでも使ってください。自分の自撮りに BGM にしてください。ぜひぜひお願いします。お願いします。さあですね。そろそろエンディングのお時間にしましょうね。はい。よい子はそろそろおやすみなさいよ。そうだね。カットします。はい、じゃあそろそろのエンディングの時間です。はい、第1回でいいのかな？もう2019年もの一発目だから、もう第1回でいいか。0回言っちゃったのに。まあカットしません。OK。放送いかがでしたでしょうか？感想とかご意見とかホームページのコンタクトからお待ちしております。動画概要欄に URL と記載しておりますので、どうぞチェケラ。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 はい。あとですね、これを聞いてくださってる皆様はもうすでに、お手元にお持ちかもしれませんが、ロストエムライフファーストアルバム絶賛発売中です。タイトルは石としとしです。12曲入っておりまして、現在もまだですね、若干ですけれども在庫があるようですので、URL にですね、販売している、サイトを貼っておきますので、ぜひチェックしてください。お願いします。そしてこの動画を見てくださった皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ツイッターなんかもね、みんな個人でやってたりもしますので、それもフォローお願いします。お願いします。と言いますことで。と言いますことで。初めて聞いたな。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。